北上げ駅。北上げ駅は、埼玉県上げ市原新町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本高崎線の駅である。以前は、西口駅前に、これでいいのか、北上げといった、大きく書かれたメッセージを確認することができた、一高校さんが設置。現在は、西口広場の再整備の際に撤去。当駅は、 旧国鉄ミニエカ極めて早い時期に開業した駅の一つであり、その誘致にあたっては、地域住民は、もちろん、地元学会に、様々な議論を呼んだ経緯がある。当駅に隣接する埼玉県立揚げ高等学校は、駅開業に合わせた開発の際に、はじめは駅に隣接したテニスコート2名を移転する案が出されたが、やがて全校を移転する計画が持ち上がった。 高校側は強硬な反対運動を行い、テニスコートのみの移転案も拒絶し、移転を前提とした西口開発は頓挫した。市はやむなく、駅を桶川側に20メートル移転した。また、線路脇の指導の廃止をめぐって、市民団体による取り消し訴訟も起こされた。埼玉県立揚げ高等学校教諭、埼玉高等学校教職員組合委員長の田島敏夫らは、 反対運動の先方に立ち、開業式典では、黒い風船に、義という文字を書き込んで、空に向けてっぱなしなった。なお、学校移転の反対運動は、駅の開業後も継続された。1988年2月に執行された、阿げ市長選挙では、駅建設推進派である、現職市長が敗れ、 駅建設見直し派が当選したため駅の建設は1988年5月に一時中断することとなったが、ほどなくして早期開業へ方針を転換し、同年11月開業を目標に7月末に建設が再開され、予定よりやや遅れた12月17日に開業した。また、駅新設にあたっては、地元企業と市役所の間で贈収賄事件が発生し、 市から大量の懲戒処分を呼び懲戒免職者を出していた。このため、西口は暫定ロータリーのまま20年間放置されていたが、東口の区画整理の進展により合わせて西口も再整備され、2008年、平成20年に完成した完成とともに、先のメッセージは撤去された。開業時からエスカレーターやエレベーターは長らく設置されていなかったが、 2006年、平成18年度より、上尾市のバリアフリー化事業の一環として、駅舎南側階段をエスカレーターエレベーターに転換する工事を行い、2007年、平成19年2月3日に使用が開始された。なお当駅はホームが狭いため、工事期間中は工事帯となる、階段周辺を外側に仮拡幅し、工事を行った。続いて、 東西両側の駅前広場整備に合わせ、駅舎と駅前を結ぶ階段に、エスカレーターエレベーターと公共トイレを増設することが行われ、2008年、平成20年に完成した。この工事で、西口は駅舎の形状が大きく変更され、工事前は北向きに簡素な階段があるだけだった。東口もデザインが変わっている。画像を参照。京駅舎内には、 開業時に、キオスク、旧鉄道交際会北揚げお店と、蕎麦屋、旧鉱鉄開発北揚げお蕎麦店があったが、現在は、ニューレイズミニ来た揚げお1号店になっている。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。海抜は18.749メートルである。プラットホーム及び東西改札街には、エスカレーターとエレベーターが設置されている。 改札内には、車椅子対応トイレ、多機能トイレ設置があるほか、東口、西口両駅前広場には、公衆トイレも設置れている。多機能トイレ設置とともに、音声案内が開始された。あげお駅管理の JR 東日本ステーションサービスが、業務を受託する、業務委託駅で、指定席券売機、追加対応自動改札機が設置されている。また、駅舎内には、 コンビニエンスストアのニューデイズ見に来たアゲオ1号店が設置されている。初電から6時30分の間は改札が無人となり、改札はインターホンを使用しての対応となっている。緑の窓口は2014年、平成26年11月30日をもって営業を終了した。2018年、 平成30年度の1日平均乗車人員は15,784人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、東側は住宅地の中に後から駅を建設したため、開業からしばらく駅東口から埼玉県道164号港のす、桶川埼玉線旧中線道に通じる道路の福音は乗用車が ようやくすれ違えるほどしかなく、路線バスの乗り入れができないことから、乗り換えには中仙道まで徒歩で移動しなければならなかった。駅前もタクシーが数台止まれば、一杯のロータリーがあるだけで、民家が立ち並んでいた。このため、上尾市は東口の原神町を区画整理することを決定、1991年、平成3年度より2002年、 平成14年度を予定して施行されたが、事業はかなり遅れ、地区計画の決定は1998年、平成10年度であり、完成は2012年、平成24年11月となった。区画整理により、2008年、平成20年3月に歩道付きに車線の道路、北上尾東口線、福音22メートルと、駅前広場が開設された。 旧中仙道の向かいには、2000年、平成12年11月16日に、アゲオ公園、神谷紀人の婚礼を祝し開園した公園で、プリンス公園の通称で親しまれた。現在も、記念碑が残る。跡地に大型ショッピングモール、パパ、アゲオショッピングアベニューが開業しており、駅前通りは、旧中仙道と交差し、ショッピングモールの中央部を通って、国道17号、 中仙道へ経たり、さらに指導緑が丘南線、福音18メートルと一体化している。旧中仙道も道路福音が16メートルと狭いため、区画整理に合わせて拡幅された。また駅前には、アゲオ中央総合病院の施設である、中央人クリニックが開業した。駅周辺には他に、歯科や皮膚科が開業しており、医療地帯の様相を呈している。一方、 駅開業当初から駅前に広い市営駐輪場が置かれおり、区画整理によってやや位置を変えつつ、現在も営業している。駅西口は埼玉県立上尾高等学校に隣接しており、開業当初から通学利用者が多いようである。開業当初から片側一車線の道路が通じており、ロータリーも暫定的ながら確保されていた。 西口広場は2008年、平成20年3月まで駅バリアフリー化工事と同時に再整備され、駅舎とバス停が一体化した。路線バスは、上げをしない循環バス、ぐるっとくんが乗り入れる。バスは本数が少ない路線があるため、注意が必要。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。